旧広島陸軍被服支廠は、今年1月に現存する4棟すべてが国の重要文化財に指定されたばかりです。安全への配慮から敷地への立ち入りさえ禁止されているこの被爆建物に、もっと関心を持ってもらおうと奮闘する主婦がいます。旧字体の広島とカタカナの広島と今使っている広島、こうやって広島には3つあって、この赤レンガ倉庫はどっちかいうとここにもすごくポイントがあります。旧広島陸軍被服支廠、日曜日まで自由に敷地に出入りできる見学会が開かれています。訪れた人たちに遺構のかつての役割や歴史を紹介するのは、この催しを企画した藤原美香さん。近所に住む主婦です。考えてもらうためには知ってもらう必要があると思うんですね。ここに入ったのは初めてっていう小学生もいたので、よかったなって思います。 L 字型に並んだ4棟からなる陸軍被服支廠は1914年に完成。戦時中は兵士の軍服の製造などにあたる軍需工場でした。原爆投下後は救護所として多くの被爆者が運び込まれました。そんな建物のうちの2棟の解体方針が示されたのは2019年でした。話が出るまで私、近所に住んでてもこの建物のこと全く知らなかったんですね。古い建物だし危険らしいんだったらなおのこと、ね、4つもいらないって思ってたんだけども、シンポジウムなどで全棟の保存を訴える人たちの声を聞くうちに考えが変わります。知るとやっぱ大切だなっていう気持ちにすごい共感できて、私もできる範囲の保存を願う活動っていうのをしたいなと思ったのが、もうその2020年からですね。去年秋からは月に一度見学会を開催。今月は期間を1週間に延ばし、最終日に被爆ピアノの演奏会を開こうと、調律師の矢川光則さんに協力を求めました。ここで被爆ピアノとしての追悼コンサートをやるということで、改めてね、終戦から、来年は80年になるんですけれど、平和に対しての思いをね、皆さん考えていただけたらなと。藤原さんがこだわるのは若者をこの活動に取り込むこと。見学者のガイド役を任せようと研修会を開いたのは先月でした。平和公園は、すごいみんな知ってると思うんですけど、こっちはなんかこっちもなんか知っておくべき建物だなって自分では思ったので、日清戦争から原爆後、戦後にかけての広島を自分としてはガイドで伝えたいと思っています。激しい雨となった菜種梅雨も明けた今日、見学会4日目です。もうずっと雨で、昨日なんか風も強くって、本当に寂しい来場者とはなっております。学生ガイドもなかなか日程が合わず、今日は藤原さんが孤軍奮闘です。そんな時、県外から孫を連れてきた夫婦との思わぬ出会いもありました。写真で見ると顔も見づらいし、ふーんと思うかもしれないけど、やっぱり誰かのお母さんであったり、誰かのお姉さんであったり、誰かの娘であった、そういった人たちが戦争をここで支えていた。私が思ってたよりもずっと熱心に見たり聞いたりしてくれたので、やっぱり連れてきてよかったなっていうふうに思いました。一生懸命勉強されて、でこれがなくなっちゃうからみんなにしてほしいっていうことで始めましたって言われて、そういったところからも含めて本当に分かりやすくてきちっとした説明でした。今日見学に訪れたのは3時間でおよそ40人。一人でも多くの人が被服支廠を知り、戦争について考えるきっかけになればとの願いを込め、31日の最終日には被爆ピアノによる演奏会を開きます。私も見に行ったことあるんですけど、中にまで入れなかったんですけどね、やっぱこういう機会に知って活用策も考えていきたいですよね。そうですね、その活用策の検討はこれからだということです。